はい、皆さん、こんにちは。こんにちは、おはようございます。いますえー、本日は、信、えー、州大谷派の藤村清先生にお越しいただきました。藤村先生、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと今までの銃声ゲットは違うのですけれども、酸制ゲットといいまして、そのあたりを、えー、詳しく解説していただきたいと思います。えー、まずは、えー、お勤め、酸制限のお勤めから藤村先生、よろしいでしょうか。 はい。よろしくお願いいたします。<日>では、参戦をお務めさせていただきます。はい。では、一度合唱をお願いします。ナマンダーブツ、ナマンダーブツ。ナマンダーブツ、ナマンダーブツ。ナマンダーブツ、ナマ,マ,マンダーブツ。合唱をお解きください。 ガゴン調整が、一心無情度、死が不満足、政府上昇学、ガオ無良子、不意大聖衆、不採イ上敏具、政府上昇学、ガシ上仏道、妙症長実法、 空教未消耗、政府上昇学、理欲児少年、上映終盆行、シグ無上道、一生天人し人力遠来行、風昇無祭道、症状三空明、交際集約難、回避知恵源 メッシコモアン、閉塞小悪道、津田絶衆も、構想上満足、イオロジッポ、日月収十期、天候を噴減、一周解放像、厚生空読法、女王大集中、説法符四飼、 呂洋一彩部、偶速修得法、元年出場満得意三階を、行部無月、津波風所、願学食力、当心最小層、志願にゃ効果大西を艦の国所天人、

どうせいっさいどうしんお安楽んなまんうつ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 なまんだうつ。 ありがとうございますいません、どうでしたかね今まで本願寺派の、ちょっと違いますかねえ、全然違います。<laughs> ああ、そうですか。私も本当にあの逆にこう、皆さんのやつを見て、あまり見すぎると、ちょっとおにしさんの方のお経にこう流されそうなんで、<laughs> <laughs> ちょっと一瞬。<laughs> はい。まあ、私あの、この賛成家、新種大谷派では賛成家と申します。 えー、お話でありましたように、下門にはですね、えー、浄土真書5つございますね。えー、丹仏下、えー、三世下、えー、もう一つは東方下。で、えー、もう二つはですね、えー、っと、あれですね、岩礁下、世尊外心ってで、もう一つは、ああ、えー、 同族自衆等のやつですね。ちょっと今ごめんなさい。<laughs> どう忘れちゃって。<laughs> はい。えっとね。あ、慣習下ですね。ごめんなさいね。はい、ちょっと失念いたしました。慣習下。で、えー、もう二つ添えるならば、昇進下とお門類下という、まあ、法音校の時に読まれる。まあ、七つですね。厳密に言うと。で、お経の文脈、お経のものでは、単物下、三世下、東方下。これだけなんですね。無料受教。 ご承知のように、官無量寿教、阿弥陀教には下門という、このガータ、下門というものがありません。ですものですから、まあ、こういったもので、えー、まあ、儀式のところに、こう、使う、あの、えー、その儀式の場面のところで、こう、使い分けていくわけですね。うん、え今回、まあ、あの、本願寺派、その他浄土真宗諸宗の方々、また教えていただきたいところでありますが、まあ、 大谷派でありますとね、東本願寺、大谷派でありますと、単物芸と三正芸をよく読みます。で、特に三正芸は、あの、葬式の時のですね、お葬儀の時の、あの、配送本業ですかね、あの、お要は、あの、炉に入る前の焼き場のところで、あの、私などは読みますね。そういうことであります。あと、お墓業。 の時に、えー、読みます。あるいは、まあ、滅多に最近はないんですが、納骨堂とかですね。要は、あれですよね、こう、たっごもとさんが立っておられますんで、<laughs> そういったところで座りながら長く、こう、きね、拝聴しとる、あのー、するっていうわけにはいきませんもんですからね。やはり時間的な、こう、5分以上、10分、えー、以内っていうんですかね。まあ、ここに、あと和さんとかを、 とか丹念物を添えて、まあ、儀式をやるわけですがね、そういったところで、えー、この賛成下を読みます、まあ。特に私の身近だと、まあ、葬儀の時ですね、はいあの最後、仮装する前とかの時にね、焼き場のところで、えー、読むというんですね。で、今回こう、賛成下、まあ、 あと、お墓業でもう一つ記憶があるとするの、すみません。もう一つ余分な話で <laughs> 恐縮ですが、あの、昔私、学部時代2回生の頃と大学院の修士までですね、あの、北海道のお墓のところにお手伝いで行きましてね、これを新種大谷派の札幌別園、 北海道教務所とか、あそこら辺の、こう、ところかと思うんですが、北海五病って言いまして、7000基か8000基のお墓があるところがありましてね。そこで、えー、賛成家を読みました。なんと、こう、1日95件とかね、その賛成家をずっと読んでた。まあ、それぐらい思い出深い、あの、あの、打言調整があって、ね、それまでは僕はあまり、あの、読めなかったんですがね、あの、そのために、こう、みっちり、こう、 今は亡き祖父に練習稽古をつけてもらって、賛成業をずっと読んだ記憶があります。まあ、基本的にはね、えー、同音でありますがね。はい。ええー、まあそういったところでね、えー、どうですかね、儀式のことに関しては、多少あ、儀式っていうか、この照明に関しては、直七さんの方で、なんかこう、読み方がちょっと早かったかもしれないですが。えー、いや全然違うので、多分 <laughs> 読み方はほぼほぼ一緒やと思うんですけれども、まあ、速さが違う、うん。これはちょっと、まあ、僕がごめんなさい、速いかもしれないです。あ,いい <laughs> あの、まあ、いつもの。うん、そうですね。僕、いつもやったら、ガーゴン調整がセぐらいなんですね。そうですね。そういうですよね。ちょっとごめんなさい。今回私が、あの、いつものこう、 普段の仏字っていうんですか、字訳のあれで読んでしまったんで、本当はもっとゆっくり <laughs>、あれなんですが、やるうふうなことも。いや、皆さんいますよ。もうちょっと皆さんゆっくり。はい、結構、なんて、ビブラートじゃないですけれども、本願寺派は結構そんな感じで読むようなイメージで、うん、大谷派はどちらかというと、なんていうのが淡々とではないですけど、わりかし素直にこう字を追うっていうイメージはあるんですかそんなこともないですか そうですね。そういうふうに、まあ、追ってく感じですね。はい。あのー、基本的にお経っていうのは全部同音ですよね。あの、こう、小神ゲみたいに、あのー、抑揚がないですよね。うん。だから、それは多分変わらないってこというけど、よ、変わらないとは思うんですがね。私もちょっとそういう、の、プロの人間ではないんで <laughs>、あの、あれなんですが、あただ、あのー、基本的には、あ、 なんて言うんでしょうね、こう、さくさく読んでいくような感じは見受けられるんですがね、あとはです、ね、はい、政府上昇額のところを、うんまあ、おそらく本願寺派では、政府上昇うそ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 う。大谷さん、先ほど藤村先生は政府、なんでしたっけ、ね、政府上昇額でしたっけ。普通にと言いますか、政府上昇額と読まれたような。うんはいはい うん、そういう違いはあるかと思いますね。あの、さ、いや、一度僕も聞いたんです。政府、政府って言ってましたよね。本般はい。そうです、はい、そこはちょっと違うかなって感じですね。すはい、あとは何かまあ、ナムアミダ仏も違いましたっけね。<あ>ちょっと、言い方が。そうですね。単年仏でもね、あの、ちょっと、お僕ら、あの、私がお教わった商名の先生は、 ナマンダブーンを入れるなって言われましてね。ナマダブナマダブっていうふうに聞いたんですがね。<ー>聞いていただいたんですね。あのー、まあ、あのー、いろいろここ、ちょっとこだわり出したら結構、あれな、話がきりがないぐらいあるんですが、あのー、まあ、そういったところで、こう、また、照明の、 今度、松本先生がお控えになさってると思うんで <laughs>、<laughs> いろいろ楽しめるかなと思います。すみません、私もまだ素人で何かし、普ふだん、ご本さんの前でお参りするぐらいなんで、皆さんに公表するなんていうのは、とても心もとないですか。<laughs> はい、まあ、賛成、もしくはそのあたりの今、えー、とおっしゃっていただいたいくつかの今日の中で何かもうちょっと掘り下げてと言いますか、ご説明いただいたり。 そうですね。まず、こう、賛成下の話は、まあ、皆さん、あのー、本番の先生方がお話しなさったと思われますが、うん、まあ、あのー、やはり、こう、新種大谷派のところで三成下っていう言葉がもう儀式の中で、えー、三成下と呼ぶと。まあ、 え、競技的に授業の時には、かっこ重制下っていうふうにですかね。そこら辺がなんかもう三制下っていうのは、信州の儀式っていう本ではもう制定されておりまして、なんかそこら辺にこう、強調されてる意味合いって何だろうな、ということをちょっと考えてみました。そうしますと、やはり三制下の前はですね、四十八眼があるんですね。うん、はい。これ無料授業全体で読むとわかるんですが。 で、えー、それを、お最後、おまた、こう、仏阿南に告げたまわく、その時、放蔵びく、この岩を、解き終わりて、樹を解きて曰くっていう風で、その後に、あの、三成下をお、もう一回、こう、重ねて誓うっていうね、うん、いうことであるわけです。ですから、あの、私、あの、例えば、この間もご法事がございましたがね、四十八岩が終わった後に三成下が来ると、ああ、 その後一回輪でチーンと二つのパートが閉まるところなんですね <laughs>。あの、無料授業はあの三パートになりましてね、あの、三つに分けて、で、間、こう、お輪でこう挟むところがあるんですが、そうすると三世紀終わると、あ、ちょうどこう、もうあと三分の一で、まあ、終わるなっていう <laughs>、そういうお寺さん的な解釈だと <laughs>、もうそろそろ峠が見えてきたっていう感じなんですよね。だからそういう四十八眼がやはりこう長くて、 うんうん、その後と酸性下でこうギュッと締めるんですがその酸性下について、ねあのー、少しばかりお話しさせていただきますとです、ねあのー、ご承知のようにガゴン調整が非シムジョドのやつですが、晴風上昇学、晴風上昇学、晴風上昇学これ、定型的にあるわけですね。でこれがですね、まあ、初めの第一の誓いというのは、長生のがんを立てるという意味で。 これはですね、仏は迷いを超える道を見出してくれた四十八願全体のことを言います。この一、一つの誓いに集約されるわけですね。で、もう二つ目の誓いっていうのは、仏が仏となった悟りがを、この世のビングする主張に無良行において大摂取となって与えたい。つまり仏が 全能力を主張に与え救いたいという心。これはですね、おそらく、まあ私が教えを凝うた先生の、まあ、ノートとかを紐解いておりますと、18がの問題に一切主張を救いたいっていうね。これが二つ目の誓いのところでございます。 で、その次、最後の三つ目の誓いが、阿弥陀の名を選び、すべての衆生を諸仏、たらしめたいというね、名称、実報に、これが、ああ、聞こえんと、そういうところを表明しておりますから、これは17眼の問題です。うんうん、えー、まとめますと、48眼はいろいろ48個、お、願いはあるんだけれども、三世下で、 ギュッとこう集約されるっていうのは、一つは四十八眼全体の誓い。え、ガゴン調整眼、皮脂無常度の問題ですね。で、二つ目のところ、ガオム旅行、不意出し接種のところ。これは十八眼。この、えー、まあ、ものすごいこう、まあ、長者みたいな方が、あの、ビング、貧しい方を救いたい。これはですね、単に物質的な供給っていうよりかは、えー、 自分が見えてない存在、無明っていう言葉がありますよね。この無明っていうことを、まあ、私の師匠とかは話しておりました。それを大摂取、つまり、施すものは巧妙を指すっていうね、無明なる存在。え、これから私、アジャセ担当をちょっとしてお話しさせてあ,あ、アジャセ、ごめんなさい、涅槃ンをね、大乗ネハンギをお話しさせてもらってますが、アジャセっていうのを、新羅商人はものすごい、こう、引用してくれます。あれも、いわば、無明である存在。 見えてない存在が、こう、巧妙に照らされて、自分の罪があらわとなると言いますかね。そういったところが、こう、ここにし、しゅ、解かれてるんではないでしょうか。で、最後は、明称長実法の、ガーシー上仏道、明称長実法ですから、これやはり、お念仏の話です。はい。これは、南無阿弥陀仏の名が、あこう、何て言うんでしょう。実報に、こう、聞こえんっていうところですね。 まあそういったところがですね、お話で、え、こう、無料授教の中の下問として、ここが出てくる。で、もう一つ最後付け足すならば、また今度先生、諸先生にお話してもらいたいんですが、ここですよね。最後の辺ですか。一周解放像、構成空読法、女王大集中、成功しシくシっていうお言葉があります。これがですね、まあ、 主のために法蔵を聞きて、広く孤独の宝を施さん。常に大衆の中にして、法を解きてくせんっていうふうなことを言っておりまして、法蔵菩薩というものが単なる固有名詞っていうわけではなく、法の蔵を開くんだと。そういう意味合いが、あここにはあるんではないかっていうことを、まあよく口を酸っぱくするほど、 あの、先生に教えられましてね。これがちょっと私の中で記憶に残っておりましたので、今回その言葉を紹介させてもらいました。そういう意味のところに、大衆の中に、大衆に向けて、法を解きて、四肢くせんこれはまあ、あれですよね。ライオンズの、こう、ライオンって意味ですから、あの、もう、こう、四粛。四粛のごとしっていう風で、ライオンのごとく高らかに声,声を上げて、こう、法を解くっていうんですね。 そういう意味合いがあるっていうところでございます。ですから、あまあ、参政下っていうところで、えー、3つの誓い、それがあ48眼。で、第2の誓いが18眼。第3の誓いが17眼。うん、これはまあ、 研究的にはね、もうちょっと、あの、研究のレベルだったら、いろいろもうちょっとこう、精査する必要があるんですが、まあ、親鸞承認のフィルターを通して無料受教っていうところを見るならば、そういうふうなことの、ことが読み取れるのかな、っていうふうな、まあ、考えようによっては、今思えば先生はかなりこう、達意的なことをおっしゃってくれました。で、まあ、これは C 先生とかおっしゃってるかもしれませんが、最後の第3つ目の誓い。 これは親鸞承認は今後協業信書を学び、学んでいかれるとわかると思いますが、行の巻と真の巻に引用しております。引用の仕方があ、あの、中略しますとか断り書きなく、あの、かなり自由自在に引用しております <laughs>。だからそういったところも、また、何て言うんでしょう、皆さんの中で、なんで親鸞承認が賛成芸の中で、まあ、あの、 ごめんなさい、第1の誓いと第3の誓いを引用しているところとかですね、そういうふうにあのこう変則的に引用してるんですね。うん、であの、ここのあところは引いてないんですが、あの 風異大接触風彩常微群のとこは引いてないんですがね。まあ、それどういう意味かっていうことはね、また考えてみたいなと思います。はい。まあそういったところで、ちょっとザラッとすいません。あの、かいつまんでお話しさせてもらいましたが。はい。<laughs> ありがとうございます。えー、え普段は藤村先生は、おもだってはえと、何の研究をされてましたかねうん私は普段はですね、あの、如来像とか物性思想って、うん <laughs> はい。はい、あの、ぶ東アジアブ 教学です、ねはい、えっと、全然すごい素人質問なんですけれども、東アジア仏教学とこういうなんで、自由制限、無料受教などはあ、トンチンから質問しますけれども、関係はどういう関係性なんですか。うん、なすったらいいかな。あそうですね、まあ、無料受教っていうことは勉強いたしますけれども、はい。はい うん、で、まあ、あの、ただ、ここで面白いところはですね、まあ、面白いって言っちゃあれなんですが、その、こう、例えばこの空教、ガーシー上仏堂、妙正長寺法、空教、未承門っていうことを問いたところで、これがすぐにお念仏、生網打仏だよねっていうことは、これは無料辞経を読んでるときには多分感じないと思うんですね。うん、<laughs> いきなり。やはりこれは法然上人、信頼上人の、 一つのフィルターが入ったところで、ここはこういうふうに読むんだっていうふうに、えー、お念仏っていうことがさっと出てくるんですがね。そ、そういったところはやっぱり東アジア的にお経、無料儒教の文脈と、親鸞承認がどういうふうにいただかれたかっていうことは、また一個ちょっと整理して考えるような、そういう学びはしてますね。はい、あれははは。うわ、全然、えっと、あれすごい素人質問。無料、無料儒教は、と、浄土系の、うん なんて言いますかね、浄土教の関係ってどう,どういう、どういうことなんですかああ、そうですね。無良儒教。はい、まあ、無料儒教と、冠無良儒教、阿弥陀教っていうのはね、よく言われて、えー、いるところですが、あのー、こ、この、お無良儒教っていうところはですね、まあ、あの、本願を説くっていうふうな経典っていうふうに、今よく言われます。で、どちらかっていうと、冠無良儒教は何かっていうと、念仏の教えでございます。 うん、で、阿弥陀経は、極楽の聖言のお話だと思われますね。まあ、それぞれ浄土経でもいろいろな、こうお、主題が違うっていうんですかね、テーマがあ,ーありまして。で、親鸞承人とか法然承人とかは、やはり官良、漢無量寿経阿弥陀経そして、こう、無量寿経っていう風な三部経に立って読まれておりますんで、えー、こう、無量寿経の願いっていうところに、こう、南無阿弥陀仏で、こう、 スクわんとするっていう誓いっていうふうにね、こう、いろいろこう、読み解いていかれましたが、まあ、東アジア仏教とか、あの、いわゆる中国、日本の仏教の書士から言うと、無料受教は無料受教、冠無料受教は冠無料受教って切り離して勉強してるって言いますか。学んでる形跡がありますから、すぐには無料受教読んで、お念仏一つだよねっていうふうにはいかないとは思います。それはやはり、親鸞聖人の、あの、 正信芸を読んでいただければわかるように、あの、インド、中国、日本という、そういった仏教の流れがあって、その方々の無料受教理解っていうんですかね。そういったことが連綿と繋がって、えー、鎌倉時代中期の親鸞商人に至っては、あ 念仏一つで救われるんだっていう、そういう確信を得たわけでありますから、あの、いきなり大無量寿教から親鸞承認の教えで、もう直輸入的にね、<laughs> ダイレクトに入り込んだっていうわけではないと思いますね。やはりいろいろな、イン、ドの天神菩薩、あ、龍樹大師、天神菩薩とかね、中国のドンラン大師とか、道釈禅寺、禅道大師とか、うん、あるいは日本では原神創造法然承認とかあ、まあそういったことごとの、 歩みの中で、えー、まあ、念仏っていうこと、親鸞承認は念仏一つ、ただ念仏して未来に助けられまいらすべしっていうことにこう、行き着いたっていうふうな感じだと思っております。まあ確かに、あの、今、直しさんがおっしゃるように、まあ無料受教そのものの問題と、まあ、親鸞承認の、こう、 頷かれた無料受教理解っていうのは、チョークでは、あの、繋がらないかもしれないですが、まあ、浄土真宗の我々、まあ、教団に属している人間からしますと、親鸞承人の、まあ、無料受教のご理解に立って、うん、あの、いろいろ、お まあお念仏の教えを確かめていきたいかなって思っております。はい。すいません。いえいえ、途中で今、ごめんなさい、何回も、ちらっと、もうすごく基礎的なところばっかり聞いてるんですけれども、えっと、大無料儒教というのと無料儒教は違うんですか一緒です。うん、はい。大無料儒教っていうのは、あの、親鸞聖人が命名したことでございます。無料儒教とかね、あとね、創刊業っていう言い方もされますね。あの、創っていうのは、あの、 無双の僧って並ばないの僧っていう字に漢は巻くっていう字。はい、そういう呼び方もあるんですね。だから略して大教大教って言いますわね。うん、無料儒教のこと。はい。はい。そうですね。そういうふうに言います。はい、大無料儒教。これはですね、親鸞承認からです。うん、はい、うん。なるほど。え、仏説無料儒教っていうのは何のことですか、うん、これは大教の、大無料儒教のことです。なるほどはい。全部じゃあ一緒なんですそうですね。で、他の、 これ大経っていうと要はあの浄土経典系で長い大きいお経典を大経って言ってそれに対して阿弥陀経短いですから小教って言いますでま <laughs> なるほどなるほどでカムロ寿教は略して完経っていう別にその商業があの別にその なんていうかな、差別的じゃないですけども、そういう言い方ではないですね。よくないです。全然、全然違います。<laughs> ただあの、長いか短いかっていうだけなのかな。<笑><笑>オッケー、ですこ安心して使います。はい。だから、あの、これはわかんないですが、例えば、天台宗で大凶って言った場合ね、半行です。はい。そうなんです。呼び名が違う,、ね、<laughs> 違うんですね。もしかしたら、下言宗だったら、<laughs> 大凶って言ったら、下言行かもしれません。ああ、じゃあそ、そあの、 期して長いといととうことですかそうですね。あの、要はいろいろお経典には長い短いがありますから、その中でもタイ部な方はっていうところで。あの、だから大教大教って言えば全部大名寺教だよねっていうふうに、あの、お寺さん、あの、みんな全僧侶が、全宗派の僧侶があの大名寺教と理解してるわけではありません。我々の <laughs>、その浄土真宗の、まあ、浄土宗さんもそう、あ、でも浄土宗さんはちょっとわかんないですが、浄土真宗では大教って言ったら大名寺教のことだっていうですね。えー、決まりなんです、ね。 ははは、長い,、はい、あの、呼び名わしがあるわけですね、えー。面白いですね。やっぱり、もうちょっと違うと、まあ。どうなんですかね。皆さん本願寺派。まあ新、しこれもあれですよね。浄土真宗本願寺派。そして、お谷さん、うん、大谷派さんは、信州大谷派というたり、なんか。 ね、そうですね。あのー、まあ、よく、こう、浄土新宗、新宗大谷派は浄土も本願もないじゃないかって <laughs> <laughs> 言われるんですがね。昔のそういう、あの、一つの、こう、お話の中でね、えー、よく言われますが、はい、これはまあ、またこういう歴史がありましてね、こう、 真宗本願寺派、神宗大谷派っていうのは、あ明治以降になって、えー、こう宗派を名乗るときにそう命名したんですね。それまでは確か一向宗じゃないですかね。はい。だからまあそういったところで、こう、歴史として、まだこの命名としたこの歴史としては短い,短いって言っても、まあ160年ぐらいあるかもしれませんが。 あのー、そういうふうでちょっと違いがありましてね。やっぱりちょっと読み方とかね、あの、教えとかはそんなにむちゃくちゃずれてるようなことはないような感じはしますけども、はい。あの、今日、まあ、親鸞承認ということを基軸において、お経典をどういうふうに見ていくかっていうことは、うん、まあ、そういったことでは、あの、本派の先生方と全くこう、共有できます、あの、全く共有できないってわけじゃありませんもんですから。 なるほど。うわ、全然わからない。まあ、ちょっとまた、僕もすみません、失礼ながら大谷派さんのことはあんまり詳しくわからないんですけれども、ちょっとずつ学んでいきたいなと思います。はい。ちょっと一度私、一人で読んでみたいんですけど、ああ、そうですね、<う>すみません。いやいや、読める気がしないんですが、えっと、<laughs> ちょっとだけ二節、2節と言いますがガーゴー調整がひっしー、ムー・だけ、もう一度すみません。ちょっと、手本、はい、本、いただきますか。はい。はい、どうやるんでしたか <laughs> はい、行きますよ。はい。ガゴン調整が、必死無常度、死が不満足、政府上昇学、ガオム良好、不意大接種、風再ショービング、政府上昇学、ガーシー上物の、 明称、長実法空教、民章も、政府上昇学って感じですよね。了解ちょっと一度。はい。すいません。<laughs> あの、いろいろな諸州の人、先生方の聞くと、ちょっと混乱するかもしれません。<laughs> いや、学びになります。ちょっと、忘れうちに始めたいと思います。<laughs> では、すいません。お付き合いよろしくお願いいたします。えー、させていただきます。よっしゃアマンダーブアマンダーツ。アマンダーマンダ 雅言調整がん、皮脂無浄土、脂がん風満足、性府上昇学、雅王無良好、不意大政府、夫妻召喚瓶宮、政府上昇学、雅思上仏道、 名称長実法空虚未承謀、政府上昇学、利欲人少年、上映衆凡行、死愚無浄道、一生天人し、人力延大公、風昇無祭道、少状三空名、交際衆役難、回避地営源、名詞懇網案、 閉塞昇悪道、通達全集問、構想上満足、異様老字法、日学修中期、天候音風現、異臭解放像、厚生空読法、女王大修中、西法四飼育、空用異細部、偶速修得本、元年新中満、 遠い三階を、尿分無下地、菅だふ無府省、願願区へ力、東市最小村、死願脈降下、再選王官道、航空商店にとうちんみょうけなま生ぶな生だぶ,生だぶ,生だぶ ナマダブ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 ガンニシクドクヨドセイサイドホンボーダイシンボージョアンラコマンダブツナマダブ はい、どうもありがとうございました <laughs>。やはりちょっと私も今聞いて、あ少し違うんだなと思いました <laughs> はい、<laughs> いや、全然違います <laughs> ねえ、あのー、また大谷派の、あのー、<laughs> あれがこう、違うのがこう分かってくるかと思います。あのー 私もなんかこうよ、あまり本願寺派のこうお経をずっと聞いてると、自分もそういうふうに染まってきそうな感じが <laughs> <laughs> して、あれなんですが、あの、まあ、なるべく今回はちょっとその先入観を全部こう、消してですね、はい、あの、大谷、素の大谷派の読み方をさせてもらいました。<laughs> はい。だから、あのー、多分これは、あの、昇進下駄ともっと違いますからね。あそうなんですね我々、詰めるとか飲むって言ってね、あのー、やった、あの、 詰める、飲むって言ってか、唾を飲み込むところとかそうい,ういろいろあるわけですが、<ー>はい、そこはもしかしたら本願,寺さんもちょ本願寺派さんとちょっと違うかなっていう<ー>あの感じ僕もまざまざとあの西本願寺さんのこう証明をじっくり耳を澄まして聞いたことはないもんですから。またちょっと写真でも <laughs>、はい、学びたいと思います。 ありがとうございます、えー、といろいろ、まあ、あの賛成下であったり、ちょっと大谷派さんのことが私分からなかったので、今回はお経の中身というよりは、まあ、うんえー、賛成下であったり、もそもそもの無料授業なりのお話を、うん、藤村先生からしていただきました。勉強になりました。ありがとうございます。いえいえ、とんでもございません。至らぬところで。<laughs> <laughs> いえいえ,いえまた明日はそうなんですよ、えー。藤村先生にご紹介いただいた方なんですけれども、えー、松本先生ということで、えー、松本先生も大谷派、新種大谷派の方ですので、続けて学んでいきたいなと思っております。 では本日は、えー、藤村清先生、えー、勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。ます。